皆様、おはようございます。上皇寺副住職、スラックラインワールドカップジャパン、実行委員長の林英樹です。今日はスラックラインの大会のため、岩手県花巻市にやってまいりました。花巻市というと、そう、詩人宮沢賢治の故郷として有名です。今日は宮沢賢治記念館の前からお伝えいたします。雨にも負けず、風にも負けず、暑さにも負けず、そして眠気にも負けず、筋肉痛にも負けず、昨日まで10日間、毎朝全力動画をお届けしてまいりました。いよいよ本日が最終日となりました。現在、我々スラックライン推進機構は、全国に14の支部が誕生し、地域とともにスラックラインを盛り上げております。今回のクラウドファンディングでは、そのグループチーム、支部の皆様にも大変お力添えをいただいております。今後はグループチームの皆様、そして多くの支援者の皆様、さらにはスラックラインの愛好者、選手の皆様と共に、スラックラインをオリンピックの正式種目化にしたいと思っております。昨日までの支援者数94名、寄付金合計221万1000円となりました。残り1日、本日がラストです。目標達成まであと78万9000円となりました。皆さんのお力添えをいただき、最後まで全力でミラクルを起こしたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。